はい、どうも、こんにちは。いつも動画を見てくださっている方、ありがとうございます。タクです。最近なんか動画の編集をやらなくてさ、パンの動画ばっかり撮ってるもんでさ、動画のストックがどんどん溜まってくれよ。さあ、ほぼ毎日パン作ってるもん。はい、というわけで今回はですね、ちぎりパンを作っていこうと思います。まあ、基本的って言えば基本的なちぎりパンになるんだけどね。スクエア型 ?18 センチのスクエア型に、まあ、ちょうどいい感じの、ちぎりパンを作っていこうと思います。牛乳たっぷり入った、美味しいちぎりパンを作っていこうと思います。キャラクターの顔を作ってそれをちぎりパンにしたやつとかってね、あれすごいなって、もう俺あれは作れないんだよ、なかなか。ちょっとああいうの作れる人すごいよ。ちょっとなんか今後ね、また機会があったらああいうキャラクターのちぎりパンっていうのもちょっと挑戦してみたいと思います。ね、最初はちょっとこんな風に手にくっついちゃうんですけど、だんだんこれ取れるようになってくるんで、辛抱強くこねてあげてください。よし、入れたらこうやって練り込むように、指で押し込むように練り込みます。生地一部だけ取っていただいてね。少しずつ伸ばしてあげます。向こう側が透けて見えるぐらいに生地が伸びても破けなければ、生地の状態は OK です。透けてるね。このぐらいまで伸ばしても切れなければ OK です。はい、そしたらこれで仕込み完了になるので一次発酵させていきましょう。その生地のガスを抜いて、テイク2。一層の生地のガスを抜いて、また発酵力を強くしてあげます。さあね、一次発酵あったんで分割やっていきましょう。はい、そしたらね、10分か15分ぐらいベンチタイム取っていきます。で、今回使うのはこちらの、16センチ×16センチのスクエア型になるんですけど、こちらにですね、キッチンペーパーを引いていきます。
隙間にもキッチンペーパーセットしてあります。まあ、ちぎりパンの成形はね、至って簡単なんですね。これあと丸め直して型にボンボンボンって入れていくだけになります。はい、そしたら二次発酵させていきましょう。はい、二次発酵終わったんで最後の仕上げやっていきましょう。最初に上に霧吹きしてあげます。ババ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 バって。さあ、上にタコスで粉かけてあげます。はい、というわけで焼いていきましょう。はい、というわけで、パンの方焼き上がりました。まあ中身はあんま入ってないね、普通の、キッチンになるんですけど、ふわふわでとっても美味しいと思います。なんかちょっとジャムとかにつけて食べてみるのもまた美味しい食べ方なんじゃないかなって思います。もしよかったら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。次回もまた見てください。バイバイ。